はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。本日は宇宙ビジネス超入門者向けに JAXA ニュースになるんですけども、経済産業省 JAXA と連携しテルス上で翡翠のデータ提供を開始について述べますね。10月14日に経済産業省は JAXA との連携により宇宙実証用ハイパースペクトルセンサー、翡翠ですね、翡翠で取得した衛星データを衛星データプラットフォームテルースに搭載し、10月12日より一般公開を開始したと発表しました。経済産業省が宇宙システム開発利用推進機構と共に開発した翡翠は JAXA との連携協定のもと2019年12月に国際宇宙ステーション ISS の希望日本実験棟の船外実験プラットフォームへ設置され、2020年9月より画像の取得を行っています。希望の船外実験プラットフォームは、さまざまな機器や技術の宇宙実証および地球観測の場として活用されておりますが、翡翠のセンサの有用性実証を目的に希望に設置されました。翡翠は高い波長分解能を有し、従来のセンサーより詳細に物質の識別が可能なセンサーです。例えばですね、宇宙空間から識別できる鉱物の種類が増えるなど、石油資源や鉱床の遠隔探知能力の向上につながることが望まれています。また翡翠データは石油鉱物資源以外にも環境分野、農林水産分野、防災分野等のさまざまな分野への活用が期待されているんですよね。ではちょっとね、翡翠のデータ利用実証事例もね、こう8つ見てもらいましょうかね。ちょっとこちらになります。ちょっとこちらに出てると思います。なお現在経済産業省では衛星データ無料利用事業者の公募を実施しておりますので、翡翠データと合わせて衛星データ利用ビジネスの足がかりになりそうですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。すぐに待っててお願いします。